あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。今日はですね、私からの世界に向けてのメッセージ。あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。今日はですね、私からの世界、今日のですねメッセージのタイトルはこれですね、人間関係の手がかりです。このですね、世界に向けてのメッセージは、皆さんが意識を自由で扱えるようになり、自分をうまく表現し、やりたいことをですね、やるタイミングを作れるようになるという目的で発行しているメルマガの最後にですね、読者の皆様に向けてのおすすめのメッセージをですね、ハッシュタグをつけて発信しましょうという呼びかけをしております。で、今日ですね、発行したメルマガの最後に読者の皆様にお勧めしたメッセージのハッシュタグが人間関係を、ごめんなさい、人間関係の手がかりです。ではですね、これから私の人間関係の手がかりのメッセージを、発信させていただきます。私にとって人間関係は、私自身を理解するための一つの大事な要素になります。人はですね、自分自身、自己を生まれながらにしてですね、持って生まれてきています。ですから自己そのものを、自己、私自身がですね、確認することが難しい、事実上ですね、できない状態で私は生まれてきました。ですから私のことをですね、理解するには、私の周りにいる人との対話により、自分の意図が、例えばですね、自分の意図が相手に伝わっているかとか、相手のことを自己は理解できているかっていうことを対話をしながらですね、確認することによって、私を理解するということを子供の頃からやってきました。これはですね、私だけではなくて、あなたも、皆さんも同じだと思います。ですので、私の人間関係の手がかりは対話ですね。対話であり、で、その対話の中で、対話の相手の中にある自己とかですね、私の中にある相手の自己というものを感じながら、確認しながら、対話を続けていく。これがですね、私の人間関係の手がかりでした。それでは、この動画のご視聴どうもありがとうございました。